皆さんこんにちは、ミライです。今回はですね、私の底見えコスメご紹介していこうと思います。この企画ね、意外と初めてするんです。私コスメ結構買ったりするから、底見えするものあるのかなと思ってたんですけど、まあ、探したらまあありましたということで、早速ご紹介をしていこうと思います。でね、一つ注意点なんですけれども、底見えコスメってさ、アイシャドウとかチークとかそういった固形のものしか見えないじゃないですか。なのでリップとかはさ、底見え結構不可能じゃん。なのでリピートしたものとか、あとはまあそんな感じで、はい、ご紹介していこうと思います。ということで、気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速ご紹介をしていきます。まずはじめにファンデーションをご紹介していきます。今からね、ご紹介するファンデーションはリピート 2,3 個したものです。ご紹介します。こちらでございます。ミニットのハイエンドエッセンスクッションというものでございます。これは韓国コスメですね。すっごい良かったの。なんかナチュラルな感じのお肌に仕上がるんだけど、程よくカバー力もあって、ツヤもねすごいナチュラル、なんかテカリに見えないツヤ感になります。で、ちなみにね、これね結構振り絞って今日つけてみたんですよ。こんな感じです。ちょっとここはねハイライトを乗せてるのであれなんですけど、おでこの感じとか、あとはこことかものツヤはこのファンデーションのツヤですね。お肌が綺麗に見える、そんなファンデーションでございました。でね、あと一つめちゃくちゃいいところがあって、ちょっとねほんと使いまくってたから汚いんだけど見せるね。はい、クッションがねこんな感じなの。ちょっと本当に汚くて申し訳ないんだけど、しかもさっきここ汚したからこんな感じでね、雫型のクッションパフになってます。なのでこの鼻のね、この際だったりとか細かいところまでしっかりカバーできるっていうのもすごく良かったです。こんな感じ、四角なのでちょっと収納には若干困ってはいたんですけれども、すごく気に入っていました。そしてね、これの次にご紹介するファンデーションが良すぎて、これはもうちょっとリピートはないんですけれども、はい、ご紹介しますね。そして次はですね、私の動画でめちゃくちゃ最近出てきているファンデーションです。もうね、想像つくよね。はい、こちらでございます。じゃるーん、ジョンセンムルのエッセンシャルスキンヌーダークッションです。私が使っている色はミディアムっていうカラーでございます。これはね、もう最高、本当に最高なんですよ。どんどんね、肌に馴染んで、時間が経てば経つほどすごくお肌が綺麗に見えるクッションファンデーションなんです。まあ、詳しくは検証動画をこちらは出しているので、そちら見ていただけるとありがたいんですけれども、とにかく私は超おすすめです。で、これもほぼほぼ使い切って、もうあと 2,3 回ぐらいしかないかなっていう感じなので、もうリフィルもあるのでリフィル使おうかなと思ってます。でね、これね SPF50 プラスの PA3 プラス入っているので、紫外線予防だったりとか日焼け止めとしても機能するのではないかなと思ってます。まあ日焼け止めはね塗るんだけどね。とにかくこれはカバー力が先ほど紹介したクッションファンデーションよりもさらに高くなって、なんていうのかな、さっきのは結構ナチュラルなツヤだったと思うんですけど、こちらはみずみずしいんです。めちゃくちゃすごくね、こう韓国女優肌というか、こうつるんとした水をパッと振りかけたようなツヤができるので、すごく気に入っております。もうこれはね、今後もリピートしたいなと思う一品です。マジでおすすめ、本当に。まだねこれチェックしてない人いたらぜひチェックしてみてください。ちなみにね、これどこで買うんですかって結構聞かれたんですけれども、 Amazon とかでもあるし、私は楽天で購入しました。公式サイトがあるので楽天で購入したので、楽天ルームで私載せているので、ぜひそちらをご覧いただければなと思います。そして次がですね、フェイスパウダーでございます。あのね、私フェイスパウダーぶっちゃけあんまりこだわりはなかったんですよ。ただこれはすっごくね感動したんです。こちらでございます。 NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーのプレストです。これはね結構前、1年前ぐらいにすごくヘビロテしてて、たくさん動画に出てきたと思うんですけれども、マジで汚いからさ、ちょっと閲覧注意なんだけど、テレン、やばくないテレン、やばいよね。もうここまで使い切ってしまいました。なので今は使ってなくって、違うものをね今使ってるので、今のところリピートはしていないんですけど、もし困ったら絶対これ使おうって思います。何がいいかっていうと、まずテカリが出にくい。私おでこと鼻筋が混合肌なので結構テカリやすいんですよ、夏場とか。なんですけれども、これを使ってしまえば全然こう乾燥することもなくテカリを抑えることができます。私ね、アパレルの現役時代の時にめちゃくちゃ使ってたもので、この目の下にのせるとさ、パウダーってさ結構割れて小じわになったりするじゃないですか。それがないんですよ、マジで。で、この私ね、ここにシミがあるので、コンシーラーで隠してその上からも塗るんですけど、そこのところは乾燥することもないし、本当に良かったので
てナチュラルなツヤ感のあるパウダーなんです。もう本当に大好きすぎて、もう今のものが使い切ったらこれに切り替えたいぐらいめちゃくちゃ大好きです。そして次はですね、アイシャドウをご紹介したいと思います。アイシャドウね、本当に申し訳ないんですけど廃盤なんです。だけど唯一底見えのあるコスメなんですよ。なのでご紹介させてください。こちらでございます。ケイトのフォルミングエッジアイズ BR1 番っていうこのアイシャドウです。でねー、めっちゃ底見えしておる。もうとにかくこの真ん中のカラーがめちゃくちゃ大好きで、というのもですね、なんか赤みのあるベージュでこうキラキラ綺麗なアイシャドウってもうまだこれしかあったことない。赤みのあるベージュでマットとかは見たことあるんですけれども、ここまで綺麗なのはシマーなタイプで見たことないなっていう感じで、本当に再販してほしい、本当に再販してほしい。大事なことは2回言っておりますということで、ちょっとね振り絞ってちょっと手に装置をしてみます。わかりますか、この赤みのねあるベージュで、しかもほらツヤがめちゃくちゃ綺麗じゃない。もうこれが大好きすぎて、これはね2個買った。廃盤なのがマジで申し訳ないし、すごく残念なんですけど、本当にこれまぶたにのせるとこう深みも出るし、きらやかにもなるし、あとね下まぶたのこの涙袋のところにのせると涙袋がぷっくりするんですよ。しかもナチュラルにぷっくりするので、あたかも涙袋ありましたよみたいな感じになるので超気に入ってて、これもねアパレルの現役時代にめちゃくちゃヘビロテしてたアイシャドウの一つでございます。これね YouTuber の花さんにもおすすめしたらめっちゃ気に入って、花さんもね買ってた速攻。そのぐらいおすすめしたいアイシャドウなんですけど、大の本当に残念。はい、そんな感じでございました。そして次はシェーディングでございます。シェーディングはこちらです。これはね最近もよく使っているんですが、 VT コスメティックスのスーパーテンプティングシェードパレットでございます。シェーディングのね真ん中のカラーが最強なのよマジで。じゃれーん、青。あのねファンデーションの色をワントーン暗くしたようなカラーなんです。マットな感じなんだけど、すっごくナチュラルで陰影を作ることができるので、最近もよくこれを使ってます。ていうかこれしか使ってないっていうぐらいこれ使ってます。でちなみにね、ちょっとわかるかな、わかんないかもしれないんだけど、こっちからこっちを今日はねつけてみてるんですよ。わかりますかね、フェイスラインですね。こっちがしてる方で、こっちがしてない方、ほら締まるでしょ、締まるんだけどすごいナチュラルな感じになります。でね、粉質的にはすごい柔らかいとかフィット感があるとかっていうわけではないんですけど、柔らかいブラシで使うと本当に綺麗にこうぼかしやすくもあるし、まあ、とにかくこれはね色がいいねマジでなのでこれはねなくなったらリピートしたいなっていう感じなんですけど、ここの真ん中のカラーだけでなんかないかなちょっと大きいからさ、これの真ん中のカラーだけ売ってほしいなとリアルに願っております。はい、そして次で最後でございます。最後はリップです。リップもね使い切ったのがあるんですよ。これですね、もう昔から見てくれてる方はちょっと 何の色かわかると思うんですけど、こちらのねデアユーっていうからマジでおすすめ、おすすめというかすごい使ってた。でこれはねもうほらもうほぼほぼないよねもうこれは底見えって言ってもいいよね。最大出してこれですから、もうこれ好きすぎてちょっと常に置いときたいなっていう感じだったので新しく購入してるんです。こんな感じで、なんだろう、冬っぽい感じのカラーなんだよね。赤なんだけどちょっと深みのある感じで、ちょっとねウィンターっぽいんです。なのでちょっと引き立つというかそんな感じですね。で実際今日も塗ってみてます。昔はねこれでベタ塗りするのがめちゃくちゃ好きだったんだけど、最近は割とねこうナチュラル志向になってきてるので、ちょっと塗ってポンポンポンと唇をこう指でタップするような感じでぼかしながらつけてます。可愛くない？あ、でこのリップは何がいいかって歯がめちゃくちゃ白く見えるんですよ。そこもめちゃくちゃ気に入ってて、まあ一応腕に出してみたいと思います。こんな感じのカラーです。可愛くない？マットではないんだけど、まあすごいツヤっていう感じでもなく、なんか何とも言えない絶妙な感じでございます。これねマジで超おすすめ。また久しぶりにねつけたら超気に入っちゃった。またということでまた使っていきたいなと思います。
はい、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、私が結構使っているというか底見えのコスメをご紹介してみました。少しでも参考になったら嬉しいです。本当にたくさんたくさんコスメ買っちゃうから底見えってマジであんまりないんだけど、本当に気に入っているものたちでございました。と、気に入ってたものね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。